シンチャオタカカクバン、みなさんこんにちは、サクです。今日は前回お伝えした通り、会社を退職する時の挨拶を紹介したいと思います。では早速例文を見ていきましょう。1つ目、お疲れ様です。本日をもって退職させていただくことになりました。皆様には大変お世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。実習生としてたくさんのことを学ばせていただきました。この経験を生かし今後も頑張ります。今まで本当にありがとうございました。2つ目、お疲れ様です。この度退職することとなりました。今まで多くの方にご指導ご協力いただき、本当に感謝してもしきれません。ここで働けたことを誇りに思います。本当にありがとうございました。はい、いかがでしたか。ここでのポイントは、感謝をメインに伝えられるようにしましょう。最後まで丁寧にお礼を伝えられるといいですね。ぜひ参考にしてみてください。ではお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。